こんにちは。はい、こんにちは。この度、リンゴル編集長に任命を受けました村田と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のラウンド対決では、ボロボロでした。ボロボロだって、皆様に不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。そんなことないです。頑張ってますね。難しいですよね。まあ、お役に立てるかどうか、まだ正直わかりませんけども、皆様に見ていただける動画を頑張って作っていきたいと思います。ということで今日は新たなゲスト、はい、ゴルフ女子、はい、お招きいたしました。はい、はい、どうぞ。ゆうちゃんお願いします。どうぞ。こんにちは、ゆうです。ゆうちゃんです。今日初出演のゆうちゃんです。はい、初登場ですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっといろいろラウンドを通して、はい、質問いろいろとさせてください。はい、はい、よろしくお願いします。今日編集長はキャディーですよね、半分。今日はもう何でもやります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。最初は私から打ちますよ。ウノピューなんですね。そう、かっこいい。可愛くない？はい、めっちゃ可愛い。ウノピュー、やば、初めて見た。着てる人かっこいい。よろしくお願いします。背中もね、思った。超かっこいいんですけど、ここね、確かそんな短くなかった。まっすぐね、とりあえず。はい、お願いします。お願いします。あ、左、大丈夫大丈夫。お、右跳ねたね。はい、最近最初左行っちゃうんだよな。どっか行っちゃったな。ティーが後ろ。やっぱり GDO のシダであのメンズをいっぱい打ってから、あ、カラーおかしいのかな。はい、これ赤旗狙っていけばいいんですかね。赤旗で大丈夫です。まあ広いから、ここは。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ナイスショー、完璧。あ、これも左。これ左行きやすいんかね。ね、分かんないけど。ナイスショー。ありがとうございます。飛びますね。すごく飛んでる感じしますね。うん、マーベリックがめちゃめちゃ良くて。マーベリック、新しい。はい。ちょっとクラブも興味ありますね。マーベリックに。マックスと何が違うんですかね。マックスは大きさが違いますよね。形も。あ、そうなんですね。ヘッドの形が違う。詳しくは青木さんの GDO シダもご覧ください。はい、でもなんか男性のやつが全然なんか重いしか言ってねえとか言ってコメントがディスられて、それ僕の方があのディスリモットですね。マジ、はい、いっぱい来てます。ちょっとあのロフトよりボール上がってないんですけど。嘘、厳しいんだね。あそこのコメントね、厳しいです。なんかなんだこのおばさんって書かれてます。何それ。でそれはなんか今流行りの誹謗中傷じゃないんでみたいな、このおばさんみたいな、かっこ今のあの誹謗中傷じゃないですみたいな、はい、誹謗中傷ですよね。誹謗中傷だよ、お前は何歳だ。ちなみにあの青木さん、この折り紙のブランドなんていうやつなんですか。ウノピュー。全然僕知らないです。1がでウノ、はい、ピューはなんか1たす1は3ってやつです。ってやつです。 1+1 は2じゃなくて、もっと無限にあの可能性があるよっていう意味でつけられてるらしい。メンズもあるんですか。メンズの方が多いはず。あ、そうなんですか。うん、背中もほら縦にうっすら埋まる。これ超かっこいいです。1135って書いてます。はい、あ、ゴルフかな。あ、そうかもね。うん、1+1は3です。すいません、ありがとうございます。まだまだ多分200ヤードぐらいあるっぽいので、ここはね、ちょっと長いんですよね。これ5番ウッドで、ちょっと左側を狙っていきたい。はい、あんまりね、右傾斜結構難しそうですね。そうですね、当てるって感じ。ナイス、いいじゃない、素晴らしい。最近めっちゃ右残ってたじゃないですか。はい、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、直したんですよ、くるって回るように。おお、そしたらね、本当に良くなった。今めちゃくちゃいい球ですね。そうなんですよ、本当に良くなったんですよ。相当実は傾斜あるんですよね、ここ。あ、ここね、すごい、こんぐらいあります。あ、ですよね。はいはい。わかるかな。私は
4番アウトです。4番アウト、はい、何ヤードだろう。4番アウト100、70とか。そうですね、まだありますね。手前かな。はい、手前です。はい、うまい。あー、めっちゃ捕まっちゃった。まあでも、まあ、下まで落ちてるのか。あ、それ後ろ私ですかね。おお、でも2人ともベスポジじゃないですか、ここ。いや、よかった。だって右はもうなんか崖っていうか。そう、ここはね、左で攻めていかなきゃいけないコースですね。これは56で、はい、56のです。ナイス。飛びない、うん、わ、左行きそうだったんですけどね。ね、落ちないんだね。ここでも芝生がめちゃくちゃ薄いとこだったですね。なんかツツさんの解説やっぱゴルファーっぽいですよね。いや、2人がアスリートだから。ね、いい。あーね、超むずそう。絡むんですよ。いつダフってもおかしくないです。気をつけて。うまい。たまんない。いやー、うまく打ってるけどな。ちょっと突っ込みすぎちゃったね。意外と早いのかも。なんかグリーン硬そうっすね。うん。え、青木さん今回も、はい、もしかして。そう。あれ、センスです。お、ちょっとテスト続いてますね。なんかね、やっぱ転がる。ほー、そう、転がりがすごく良くて、ボールが伸びるって感じですか。そう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 、はいはいはい。お、ボールきます。ありがとうございます、はい、編集長、喋らずにキャディーとしてます。はい、そうです。ありがとうございます。早いのかな、わかんないから。あっちから結構転がったってことは、こっちから重いのかな。なんかここって目があったイメージ、ね、そうですね、逆目っぽく見えますね。ちょっと黒っぽいというか。強めでいくか。雪りんごでいくと強めの中ぐらい。どう？入ってる感じ。入れ。うわー、強めの中ぐらいでした。さすが。オッケーありです。オッケーです。ありがとうございます。素晴らしい。ボギーで済みましたね。素晴らしい。ナイスボギーです。足裏センサー。足裏センサー。どっちも。ちょっとエイムポイント的な動きが入ってきました。いい。ゴ。オッケー。ありがとうございます。ナイスボギーです。あ、ちょっと目がありそうですね、うん。下からなのに結構伸びましたね。そう、なのとグリーンが硬いから。硬いですね。アプローチはちょっと跳ねちゃうかも、はいはい、パターはそこまで転がり弱い気が最後止まるもんね、はい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 、昨日行ったところが8フィートぐらいあって、はい、めっちゃ重くてもう何も入んないみたいな。それつらい。今日どんな感じですか。今日は昨日よりちょっと早いと思います。9ぐらいかな。9ぐらいですかね。うん、まだ9、スタートホールが終わりました。はい、今日のコンディションはお二人いかがでしょうか。ちょっと引っ掛け気味です。あ、同じくです、はい、でも景色的にちょっと右行っちゃいけないホールっぽい感じですよね。はい、でも全然落ちていけるし、撮影慣れし、してないです。緊張してます。あ、緊張してます。してます。ちなみに YouTube に出演するのは何回目かあるんですか。3回目です。おゴルフ歴とか。そうですね、ちょっとその辺をご紹介いただければ。確かにゴルフ歴は7年目。7年です。はいはいはい、はい、私も多分7年か8年か、なんか同じぐらいですね、うん、はいはいはい。こうなんかきっかけみたいなものは。きっかけはお母さんのお下がりのクラブをもらって始めました。はい、100キロのどれぐらいかかりました。
私はなんかレディースティーで回ってるのをごちゃごちゃ言われちゃったから100切る前にレギュラーティーにして、そうなんすか。なんか102とかで、はい、レディースティーでしょとか言われるから、なんかそれがすごい嫌で、なん一緒のティーだったらいいわけみたいななっちゃって、はいはい、100切る前にレギュラーティーでやって、丸2年でレギュラーティーから100切る。すごい。すごい感じ。すごい。びっくり。ちなみに100切りはどれぐらい？100切ったのは3年前とか4年前ぐらい。でも初めて3年ぐらいですかね。でも最初の頃はそんなやってなかったもんね。そうですね、うん、全然やってなくて、お付き合い程度。マジですか。月1ぐらいで、やばいっすね。じゃ、なんかスイングめっちゃいいですよね。かっこいいですね、うん、いやもう全然まだまだ。ちょっと後ほどスイングもいろんな角度から撮ってそうですね。2番ホール、ロング474ヤードパー5、はい、これはとにかくちょっと引っ掛けない方が良さそうね。ちょっと左景色危なそうですね。そう、なんか最近ちょっとドライバー引っ掛けちゃうから、ちょっとあれかな、内側に入れた方がいいのかな、あーボールをね。その方が左には出にくいでしょうね。ちょっと待って、すっごい左向いちゃいそう。ちょっと真ん中に、はい、内側にボールを置いて、右向いてるように見えるんですけど、そうでもない。ちょっと右向いてますけど、セーフティーじゃないですかね。 OK、 いきます。ナイスショー。 OK、 あ、いいところですね。これベスポジ。狙った通りですね。狙った通りです。すごい、やった。ナイスショー。うわー、めっちゃいい球。おー、ナイス。ありがとうございます。すごいなー。すげえいい球。なんだろう、ね、ガッといきますね。実はね、あの行きの車の中でね、村田さんがいろいろ聞いてたんですけど、はい、あ、ゆうちゃんもともとそんなに飛んだのかみたいな、どれぐらいドライバー飛んでるのかって話をしたんですよね。はい、本当ドライバーで150ヤードとか、はい、キャリーで140ヤードとかなんですよ、うん、だったんですよね。だったんです。はい、けどそれがあるきっかけにね、女子プロの試合を見に行った時に、初めて見に行った時に、成田美鈴さんのショットを間近で見て、まあ、動画とかでは見たことあったんですけど、プロのスイングを、でも成田美鈴さんの力強いあのインパクトをその間近で見た時に、こんなに振らなきゃいけないんだって、こんなに振っていいんだっていう。前はそのキャリーで140ヤードだった時は本当に通過点にボールがあったみたいな、ポヨンみたいなね、ポンパコンみたいな、あのボールだったんですけど、美鈴さんの真似をして、そこからどんどんちょっと飛距離が伸び出して、あとで正面からもちょっとドライバーショット見たいですよね。めっちゃ飛んでる。めっちゃ飛んでる。めっちゃいい球だ、本当にすごい。でもなんかその女子プロの試合を見た、はい、っていうのがきっかけでって聞かなくないですか、なかなか。そう、その女子プロの試合を見に行ったその日の夜、ナイタにそのまま行って、はい、その日そこでもう80代が初めて出て、うわ、はい、その日なんだ。そこからもう、はい、その日なんです。すげえ、すごい。それからもうハマりにハマっちゃって、はい、さらにみたいになったんだ。このスイング真似してみようと思って、今日後でラウンドしたらと思って、へー、めっちゃすごい、すごい感性ですね。普通触れないですからね。今バンカー4個目の左ぐらいを、全然前が、ここはちょっと難しそうですね。ここかな。ダフったけどまあいいです。ナイスショー。
ちょっとね。全然大丈夫、セーフですよね。全然いいとこに。うん。木の方に何ですかこれ。木の左上ぐらいのイメージ。うまっ。いやーこれ右だ。いやでもね、右は広かったと思いますよ。はい、大丈夫です。わかんないんで行ってみましょう。うん、はい、素振り男前ですよね。うん、すごい、うん、なんかちょっとあんまりない自粛明けで、はい、すごいあの慎重になってるというか考えちゃっててスイング中にも。あ、だからどんどん遅くなってくんですよね。どんどん止まってくるんですよ。はいはいはい、はい、下ろしてこれないというか。すごいデコボコ。でも、ね、前もっと多分狭くて、はい、多分ここら辺がブッシュだったのかな多分、はい、前の時はじゃあホリエモンカップの時にここ来てたんでしたっけ。ああ、そうそうそう、ここはホリエモンさんと一緒にラウンド。あ、ボールありました。ありました、よかった。でもなんか微妙だよ。うわー、ちょっとくぼんでる。いいんだよね。まあ、でもライは悪くないかな。こんな感じです。奥の足だけど手前も嫌ですもんね。ちょっと上げてるんで。あー、殴っちゃった。OK。 おー、乗ったよ。おー、ナイス。いやー、ナイスです。ここも傾斜きついですもんね。私もね、9番で打ちます。はい、うまい。うまい。どう？めっちゃいい。ナイス。止まんないな。あ、でも。あ、でも。いやー、でもいいとこっすね。いいとこっすね。いやー、ピッチングでも届くかもね。はい、攻めましたね。やっぱね、本当に反省して、本当にスイング悪かったじゃないですか。だから直したんですよ。忙しい中。だから。ちょっと本当にショットは良くなってるはず。なんかちょっと下手になっただけでめっちゃなんかだるそうとかいうコメントがちょっと別にだるかったわけじゃないんですよ。ただ本当になんかやらなすぎて下手になっただけなんですよ。なんか申し訳ないなと思って転がった。はい、これはどうしよう。パターだな。本当はそうね、逆目なんでね。逆目じゃないわ。安牌。OK。はい、OK ですけど。です。パーです。嬉しい。スパーです。いい感じ。伸びた。惜しい。ナイスタッチ。ありがとうございます。素晴らしい。ナイスパーです。ありがとうございます。編集長、素人からでお二人ナイスパーですよ。俺じゃ俺勝てないよ、やっぱり。10年かかっても勝てないよ。